モスクワ市公共楽団、ロシアフィルハーモニーは、モスクワを拠点とするロシアのオーケストラ。モスクワ市が所管する。単に、モスクワ市公共楽団と呼ぶ場合が多い。アメリカの実業家、テッド・ターナー等によって1993年に開局した、放送局 TV-6 のオーケストラとして、1995年に創設された。当初は、 現在の名称の一部となっているロシアフィルハーモニーを名乗っていた。初代芸術監督兼主席指揮者にはアレクサンドル・ベデルニコフが就任し、1995年9月29日にモスクワ音楽院大ホールで最初の公演を行った。演奏は好評を博し、公演要請が相次ぎ最初の音楽シーズンのうちにモスクワの秋音楽祭ノブゴロドで開催された。 ラフマニノフ音楽祭などに参加している。2000年に書管が TB-6 よりモスクワ市に変わり、2002年からは同年に完成したモスクワ国際音楽堂を拠点に演奏活動を行っている。日本では2002年、2004年にロシアフィルハーモニー公共楽団名義で公演を行った。参考文献ナクソス CD オーケストラメーカン P167 ハット後に ボリス・ベレゾフスキーがオーナーとなり、プーチン政権を批判する報道を繰り返した。債務超過を理由に、ロシア最高仲裁裁判所より解散を命じられ、2002年に閉局している。ARTS レーベル CD チャイコフスキーバレー組曲集で確認できる。このため、オーケストラの公式サイトをはじめ、諸資料では2000年創設という記述になっている。ロシア語。 税通称、ドームムージキ。日本語では、他に、モスクワ国際音楽劇場、モスクワ国際音楽の家などの表記もある。下記の外部リンク先も参照。ありがとうございます。